皆さんこんにちは、新幹線整備課の河原です。前回北陸新幹線を作るのは鉄道建設運輸施設整備支援機構であり、その機構では主に土木、建築、電気、機械、軌道の5分野のプロフェッショナルが活躍していることをお伝えしました。そして5分野の一つである土木について柏木所長に登場いただき紹介しました。今回は建築について紹介しますが、まずは新幹線駅舎のデザイン決定までに敦賀市としてどんなことに取り組んできたかを紹介します。これは新幹線敦賀駅舎のデザインです。このデザインは一体どのように決まったのでしょうか。敦賀市ではまずデザインのコンセプトを市内外から公募し、その中から空に浮かぶ自然に囲まれ港を望む駅を選定、鉄道運輸機構へ要望しました。そして機構から要望したコンセプトに基づいたデザイン案が3つ提示され、市民フォーラムや小中学校での出前講座などで児童生徒をはじめ皆様にご意見を伺って、敦賀市の希望の案を機構へ伝え、現在のデザインが決定しました。敦賀駅には現在の西側の出入り口だけでなく、新幹線駅舎ができる東側にも新しく出入り口ができるので、皆様から出入り口の通称を募集しました。市内外から多数の応募をいただき、その中から最優秀賞の西口を町並み口、東口を山並み口とする案をはじめ、4案を JR および機構に提案しました。このように市民の皆様に新幹線や敦賀駅に関わりを持っていただくことで、来訪者や市民の皆様に親しまれる敦賀駅になることを期待しています。今回は建築工事にスポットを当て、担当所長である阿部所長にインタビューをしたいと思います。よろしくお願いします。こちらは北陸新幹線敦賀駅の工事現場となります。ちょうど東口の方になりまして、今重機の方が並んで土木工事の最盛期となっております。この柱からずっと312メートルほどが新幹線の駅舎となる予定になります。こちらが新幹線が通るレベルとなります。こちらから約15メートルほど立てていきまして、地上から35メートルの高さになる整備新幹線としては一番高い駅舎となります。敦賀といえば大和連絡船や北前船が来たという港町となります。港町ということで、こちらがホーム界のイメージ図となりますが、床は船の甲板を用いた、デザインとしておりまして、また待合室は船をモチーフとしたデザインとしております。はい、でまた今度コンコース界になりますけども、コンコースは北前船の方をイメージとした天井、大胆な大きなデザインとなるように心がけています。完成していけば美しくなるかなと思っております。またこのコンコース、約幅が30メートル、長さが約200メートルほどあって、一番整備新幹線としても大きな駅となります。駅は様々な方々が送り出したり迎え入れる場所となります。特に敦賀駅は当面の終着駅となりますので、その役割を大きく、我々としては地域の皆様に愛される地域の皆様のシンボルとなるように心がけています。建築工事は来年度以降の着手となります。来年からまた鉄骨が立っていきますので、地域の皆様ご迷惑かけることもあると思いますけども、ちょっと温かく見守っていただければと思います。こちらは敦賀車両基地になります。ちょうど今いる場所はこの車両基地の 1.5 キロメートルある車両基地の一番終点型、一番大阪型の端っこに来ております。まずここに建物、始業検査庫という建物、こちらに新幹線が3線入りまして、使用検査という検査を行います。2日に一度検査を行うわけですけども、パンタグラフやブレーキの点検とかを行うところになります。こちらが使用検査庫の将来系の、白山車両基地の写真になります。将来的にはこのような形で敦賀にもできるようになります。
この隣が着圧収容庫という建物ができます。7000分の車両を留置する建物になります。これが白山車両基地にあります同じような建物になりまして、敦賀は雪が降りますので、雪が降っても大丈夫なように列車の安全に走行できるように建物を建てて電車を留置することになります。こちらから電車が走っていきますので、安全に走行するには欠かせない建物となります。ちょうど今建物の基礎工事、出ているのは基礎工事になります。こちらから約10メートルの柱を立てて屋根をかけていきます。ちょうど今年の秋ぐらいから鉄骨を立てていきますので、冬頃にはだいぶ姿が見えるかと思います。このような広大な車両基地、地域の皆様にはご迷惑かけていることもあると思いますけども、楽しみにしていただければと思います。総合事務所という建物ができますので、その屋上から電車を見ることができると思います。電車、男の子は特に電車が好きですので、私も好きでしたので、楽しみにしていただければと思います。いかがでしたでしょうか。今回は整備新幹線の5つの分野の1つの建築について、鉄道運輸機構の阿部所長にご紹介いただきました。次回は電気工事にスポットを当てていきたいと思います。また整備新幹線についてご意見ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。